解除しないけど、まあ問題なくて全然大丈夫ですね。いつもだとめちゃめちゃ緊張するんですけど、あんまり緊張ないですね今のところ。なんか一回やってるからってのもあるから、相手も一回負けてるからリベンジする気でガンガン来ると思うから、お互いもう手の内がある程度分かってるから向こうも作戦考えてやってくると思うんで、その裏の裏を嗅ごうかなと。はい、今のところもうやれることは全部やってるんで、でも向こうも絶対僕と一緒で必死こいて練習してると思うからね、みんなが盛り上がるような試合でできたらいいなと思ってますけど。まあ今度の試合はチャンピオンにふさわしいような勝ち方しますので、皆さんちょっと期待してみておいてください。よろしくお願いします。ちょっとね、ライトヘビーに上げて馬場さんとやってみたいなって一瞬思ったんですけど、隙がないんですよ意外と。あ、これ難しいしパワーあるし、ちょっと俺パワーで持っていかれるなと思って、馬場さん意外と思ったより強いです。